ゃおー。今日はとあるところに向かいます。念願の多分1年ぶり以上。の瑞穂、もうねすっごい嬉しい。髪の毛サラッサラだし、頭が軽い、ハッピーです。はい、家に帰ってきました。今日は念願の美容院に、デュッセルドルフにある私の知り合いの方の石川さんが経営するクラブワイスという美容院に行ってきて、髪を切ってもらい、カラーしてもらいました。もうねすごい本当に嬉しいです。また心機一転頑張りたいと思います。石川さん、担当してくれたしわさん、本当にありがとうございました。では皆さん、ビスネステマンチュース。